んにちは、ともはるさん。これミキティ側の意見です。庄司ともはるさんに対するアンサーギャグでしょうか。はい、改めましてやっていきましょう。川北です。ガクです。2人揃って漫才をやらせていただきます。お願いします。大体最初こういうのってコンビ名言うものなんですけどね。死んでも言わないです、ね。何のこだわりなんでしょうか。まあでも死ぬときは言うかもしれないですけど。それはそれで目的が分かんないです。死ぬときに言います。決意したみたいです。ね。まあ僕たちあの真空ジェシカって言うんですけれども。あ、死ぬの？死ぬことになっちゃうの？それだと。あの頑張っていきたいなと思ってるんですけど。あ、そんな生きていきたいみたいな重い意味に捉えちゃうからやめて。そういうので改めましてね、あの本当覚えてもらいたいんですが、はい、皆さんから見て右側が川北で左側が川北です。左右の範囲が狭い、ね、もっと左にガクがいます。お願いします。ね、覚えていただいてね。すいません、なんかこんな路地裏で平気で猫いじめてそうなやつ連れてきちゃって。猫いじめたことはないですけど、一人の女性を本気で愛したことはあります。何を言ってんの。言われてどうしたらいいんだよそれは。お前今日ちょっとおかしいなと思って、お前ちょっと立ち位置がちょっといつもより後ろだわ。そう、うん、ちょっとやりづらいし変だと思われるからさ、うん、ちょっと前です。前やりづらい。おー、気をつけろ、一歩間違えたら二歩だぞ。おー、分かってるよ。どういう忠告ですそれ。そりゃそうでしょ、うん、一歩出ようとしたんだから。あ、分かった分かったから、お前は早くカウントダウン TV のコントから出ろ。入ってないのこれ。見えるかもしんないけど素でこれだから、ね、どうしようもないのこれ。お前多いなお前だったら、お前なんだこのマラソン大会でたまにいるデブよりも遅いガリが。どういう悪口それ。いるけどたまにね、運動会の最後汗だくのデブが出てきて最後ゴールしようとするときに拍手してたら、いや痩せたガリが。あー、説明ならないやもんや。悔しい、ありがとうございました。ありがとうございました。真空ジェシカのお二人でした。